タンディコーポレーション、タンディコーポレーション、タンディコーポレーションは、テキサス州フォートワースを拠点とし家族経営で、比較製品を扱っていた会社で、フォートワースを拠点とするラジオシャックを購入して、前を与えたことでも知られている。タンディは1919 19年に比較を供給する店として創業し、1963年に経営難に陥っていたラジオシャックを買収した。 2000年5月にタンディの名前は外され、ラジオシャックコーポレーションが正式な社名になった。タンディは1919 19年、ノートン・ヒンクリーとデイブ・エル・タンディの二人の友人が、ヒンクリー、タンディ・ルザー・カンパニーとして、比較と靴を扱う店として出発し、比較や靴の部品を売り、靴の修理をフォートワースで行った。タンの息子のは、第二次世界大戦によって、靴が配給になり、 従来の事業が立ち行かなくなったので、比較製品の事業に参入して、後に対して比較や、道具や、財布のような製品を生産した。内紛の後、ヒンクリーの名前が外れ、1963年に、タンディに代わり、ラジオシャックを購入した。後に、電子以外の事業をすべて売却した。なお、比較製品の商売は継続され、2000年には、ザレザーファクトリーと一つになり、 タンディレザーファクトリーとなった。タンディはコモドールやアップルと並び、1977年にキットの代わりに半完製品のマイクロコンピュータを発売したことにより、パーソナルコンピュータ革命を始めた会社の一つである。タンディは TRS-80 やなどの家庭用コンピュータを世に出すことでその革命の担い手となった。IBM PC の普及前で、 pc 専門店が少なく、ラジオシャックで販売されていた当時に人気があった。あとに、コンピュータ製品として、IBM pc アーキテクチャのもの、IBM pc 互換機を追加した。それは、とで、一体型のもので、発売から時間が経過していた、trs-80 より強力で互い機を名乗ってはいたものの、互換性には疑問符がついていたが、 IBM 製より安かったのに、音と画像は IBM 製よりも優れていた。16色と3チャンネルの音と4色の CGA を可能としていたことで他社の IBPC 互換機よりも優れていたのであった。単紀の IBMPC 互換機は長年にわたって普及した互換機と完全な互換性を維持しつつ、音や画像の性能で優れた製品と位置づけられていた。 それがそうでもなくなるのは、1990年代初頭に、VGA グラフィックスカードとサウンドブラスター、サウンドカードが普及した後のことである。1980年以降、インフォワールド氏は、ラジオシャックを小型コンピュータの支配的供給会社、と記述した。アダム・オズボーンは1981年に、タンディを産業の大きな謎の一つと記述した。彼は、 彼のマイコンを販売する少しの流通経路を備える娯楽会社はナンバーワンのマイコン製造会社。ただし、ラジオシャックの店以外で売れるコンピュータであればね。と記した。ラジオシャックコンピュータセンターはコンピュータのみを販売していたのでラジオシャックの販売店は TRS-80 コンピュータを他の製品と抱き合わせで販売した。会社が所有しないフランチャイズ店はコンピュータを含む。 ラジオシャックの製品とや、ラジオシャック製ではない商品を販売した。百貨店のような球体依然としたコンピュータの販売手法であったにもかかわらず、1984年の日曜日の新聞記事では販売者側のアナリストは、単理は積極的な商品構成で強力な販売力があり、生産から仲介を通して小売りまでの在庫の管理が適正で、 全都有望であると書かれた。当時、タンディは、台数において、ユニックスの販売を主導しており、およそ4万台の MC68000 を搭載した、ゼニックスを備えたを販売して、すべてのコンピュータにタンディのブランドを使用して、販売し始めたのは私たちは顧客にラジオシャックの名称が、職場内で問題があるとことれた。ことを幹部が認めたからである。1980年代半ばに、 IBM PC のように単理性ではない製品と互換性のない周辺機器の販売を開始した。1987年に市では99ドルカラーコンピューターに499ドルノートブックを含む多様な PC 互換機と3499ドル単理6 0 0 0ゼニックスシステムを含む商品構成の単理は今や世界中で最も拡張されたコンピュータ製品を 販売しているかもしれないと記載された。1988年3月に同社はを買収した。グリッドシステムズはラップトップ PC の製造で一時期名を馳せた企業で、その製品構成にはグリッドケースとグリッドパドタブレットコンピュータがあった。単理は同様に短名に終わった単理 1100FD と単1 100HD ノートブックを生産した。 1989年に発売され1100シリーズは普及した 8MHz のクロック周波数の NEC-V20 プロセッサーを備え、タンディは同様にそのコンピュータで DOS を実行するようにタンディでスコーメイトというソフトウェアを開発した。同年タンディはシチズン CBM-10WP の OEM 品である半導体ノートブックコンユータである WP-2 を発売した。 結局、1990年代初頭に、タンディは、コンピュータの製造事業を、AST コンピュータへ売却して、すべてのコンピュータのシリーズは終了した。これを機にラジオシャックの店舗では、コンパックのような他社製のコンピュータの取り扱いを、始めた。1992年、ジェフ・ホーキンスによって設計されたパームパイロットの、前身である、タンズマーを発売した。同様に、同年、 タンディビデオインフォメーションシステムと呼ばれる双方向マルチメディア CD r o m 再生機を発売した。タンディのコンピュータのようにそれは IBM PC アーキテクチャとマイクロソフト社製 Windows が使用された。タンディでも一連のフロッピーディスクを製造してインテル486時代の終わりまで IBM p c 後換気の生産を継続した。楽しくご覧になりましたら。 購読と良いです。クリックしてください。